よし、それじゃあちょっと山本大輔のツイッターでも見ていくか。え、今山本大輔モンハンナウやってんの？確かに、だって今日リリースされたゲームだもんね。うわ、マジか。モンハンナウやってんのか、山本大輔。うわ、マジかよー。それじゃあ、リオレ使っていこうか。それじゃあ、百花繚乱法やっていくんですけど、見てくださいよ、このパーティー。去年のパーティー、なんかすごい古くない？メンバーたち。ね、なんかもう、イニシエのキャラたちがリダフレとなんかサブにいるみたいな。そんな感じのパーティーなんですけど、なんでこんなパーティーにしたかっていうと、これルフィのね、スキルと、リオレイスのスキルがほぼ一緒なんですよね。なんで使っていこうかなみたいな、ルフィとループしていこうかなみたいな、そんな感じなんですけど、これリオレイスのスキル、じゃあ、どんなスキルなのかっていうと、3ターンで打てまして、ドロップのロック解除して、火を6個生成、火ドロップ強化、1ターン内でジムの攻撃力3倍3個ボカさん、なんか強くない？ね、なんか強いよね、こいつ。なんか強いのよ、地味に。なんか生きてきてね、なんか俺もまだ令和で戦いますよみたいな面しやがって、バカたれー。はい、それじゃあ準備できたんでね、早速やっていこうかなと思うんですけど、火盤面に多すぎだろ。どんだけファイヤーやね、このお肉焦げてまうわ、こんなに火やったらね。もう絶対に黒焦げ、もう炭になっている、明らかに。さあ、これで一回殴ろうか。リオレスがこれで、そうなんですよね、あんまりやっぱね、火力覚醒が強くないんですよ。7強3つに10コンボ強化、弱すぎんだろ。いや、これで弱いって言ってる自分が怖い。もうそんな時代なの今。もうね、こう、もう何回やったり来たりやり来たりみたいな感じになってるんですけど、いや、実は今日、いや、これリオレス使おうか。これリオレス使います。これ一回かく、こいつを火力見ようか。これで何倍かみたいな、そんな感じで。これ無効貫通分あります？あ、ギリギリ間に合わせております。これで間に合わせております。これ日本語合ってます。で、ここにこう組んで、こうで、うわ、すごい綺麗な街。オッケー。さあ、これで多分こいつ自分の攻撃3倍になるんで、確かね。なんでこれではさすがにカウントすると思います。これ副属性までご覧ください。いけてるね。もう成長期、すごい思春期。なんかね、親目線だとやっぱり子供の成長ってすごく早く感じますよねって。私はめちゃめちゃいいね、二十歳なんですけども、全然子供なんて言いません。そもそもね、なんか彼女いるのかって話になるんですけど、いない、全然いないね、全くいません。じゃあこれ使います。ルフィ使って、ゴムゴムのキングコブラ。あぶね、なんか今ドロップ固まってた。オッケー、固まってたって言ったよな。だから動かねえと思ったんだよ。オーブン、なんでや、なんでや。待って、最初にこれ組んどこ、怖いわ。オッケー。さあ、これでなんかまたね、いつこう、なんていうんですか、あれ、もう反抗期みたいな、反抗期みたいな感じになるかわかんないんで、これもう早めにやっとこうか。オッケー。さあ、これで、あぶねえな、マジで。さっきめっちゃ怖かったんだけど、めちゃめちゃ怖かったわ。で、じゃあちょっと話したいことがあるんですけど、皆さん、いや、皆さんにね、隠し事してたんですけど、今日実は夜ご飯何食べたと思います？噛んだね、甘く噛んじゃいました。甘噛みしちゃいましたね。ここ、こういうね、ところも可愛らしいなみたいな感じ、愛してほしいんですけど、皆さん、僕今日何食べたと思います？いや、これね、クイズにします。クイズ、ウルニレア、めちゃめちゃ汚ね、すごい、なんか語呂が汚いんですけど、ウルミレアで、これミリオネアのパクリね。で、こんなんでいいか？ OK、うまいね。で、今日僕の夜ご飯は何でしょう？これね、クイズ正解した方には、これぜひとも僕のマイナンバーカードをプレゼントいたします。何が当たったのか食べたと思います。何食べたと思います？いや、こう当たるかな？いや、でもね、結構ね、メジャーな食べ物食べたんですけど、今日の夜ご飯何食べたかっていうと、たい焼きだね、全然だろ！たい焼き夜ご飯に食べるやついる？いねえだろ。で、たい焼き食べて、じゃあお前ね、そんな食生活バラバラすぎだろと。じゃあお前、昼ご飯何食べたんだよって言われると、たこ焼き食べたんだよね。もうほぼ文字一緒じゃねえか。そのた丸焼きを縛りで食ってんのか、僕は人生。じゃあもうたい焼きとたこ焼き以外食べれないじゃん、僕ね。そういう人生を送らせていただいてるんですけど、もうさ、このゲームぶっ壊れてんのか。おーい、これ壊れてるよな、これ。これさ、僕みんなバカ野郎。待って、これ耐えれます？これ耐えれます？あれだわ、これ全パラ 4.1 倍だから、これ軽減なくても耐えられるみたいな。今一瞬おならみたいな音聞こえたと思うんですけど、あれおならじゃないです。あれだね、椅子から転げ落ちそうになった音です。これで組もうか。 OK、 いいんじゃないこれね。まあ、こん、いや、これ待ちるか。これ待ちります。待ちらせてくれよ。で、そう、何でしたっけ
なあ、そうで、さっきたこ焼きじゃない、たい焼き食べたんですよ。たい焼きを食べたのが6時ぐらい、夜の6時ぐらいに食べて、しかもたい焼きをね、2個食べました。2個だから、これ夜ご飯入らんやろみたいな、これ食べれんみたいな感じになりまして、なんでさっき新しく追加投入してきました、僕のご飯をね。そんななんか点滴みたいな感じ言いましたけど、なんか動く、わー動くね。なんか最近パズドラめちゃなんか指短くね、また指短ー、なんかあれ食べてきたんですよ。なんのコンボかさんこれ。あ、ドロップ5個以上つなげるだけでいいんですね。なんかすごいハイクオリティ。オッケーで、これアレンドでしょ、使って、よし、これで指が14秒は短いな。オッケー、いや短くはないけど、これルーレットで取るのに大丈夫かなみたいな。あ、全然余裕だわ。でここでオッケー、よし、ここでやれようか。オッケー、やれようか。オッケー、さあこれで、で何の話してました、僕何の話してましたっけ。思い出したら LINE でなんかメッセージ送っていただけると、あ、ウルコンの話してたよみたいな、全然覚えてないんで。これ耐えれます、これっていうか、これ耐えれます、いや耐えれるでしょう。なんか遅延大好きだなお前ら、遅延しかしてこないじゃん、遅延大好き子が、これが今のね若い子なんでしょうね。フォートナイトと遅延みたいな、そんなのが流行りなんでしょうか。これは全員あと3ターンなんですけども、そんなことあります。とりあえずファイヤー呼ぼうか。すごい、なんか火呼びます、これ。すごい火が足りない人生なんですよね、僕いつも。オッケーで、何を話そうとしてましたっけ。あ、そう、あれなんですよ、さすがにたい焼きだけじゃ少ないということで、たった今生姜焼き丼食べて戻って買いました。来ました、モンハンじゃない、やばい、今日日本語終わってる。なんか話したいことがいろいろ先行して、なんか全てを同時に口で喋るみたいな、そういう獣になってしまっております、私今。そうなんで、さっきたい焼き食べて、でたった今生姜焼き丼食べたみたいな。生姜焼き丼ってね、なんかめちゃめちゃ頭悪いみたいな名前してますけど大丈夫でしょうか。で、なんか生姜焼きは定食がなんかね定番だというのに、生姜焼きを丼にしてしまうっていうね、これを男飯みたいなね、そんな感じで。これでこんなんでいいかな、まあいいんじゃないでしょうか。オッケー、さあ、で明日コラボ来るんだよね。いやマジ楽しみ、ゲチゲチに楽しみ、もうすごい楽しみなんだおいら。オッケー、さあこれでどれくらい削ります。あ、強いね。じゃあこれは多分いけるんじゃないでしょうか。これ使って突破で、うん、次ボスでしたっけ。あ、全然ボスじゃないね、うん、うん、あ、理想を抱いてました私は。オッケー、じゃあこんなんで耐えれるかな。あ、これ火温存しとくか、これを温存しときます。オッケー、じゃあベチベチ温存スタイルで、ただ火の落ちやすいゾーンしてくれてんですよね、マジありがたすぎ。オッケー、さいいね、これあれなんですよね、これ火が6個生成と5つ生成だから、確定であれできないんですよ。なんだっけ、無効貫通できない。こいつなんだっけ、うん、こいつなんでしたっけ、すごい怖い、なんか変なことしてくる。大丈夫です、大丈夫です、皆さん落ち着いて、これ大丈夫なんです。オッケー、さ、これ使って、オッケー、じゃあここで右側にあれ無効貫通組もうか。オッケー、さあ、いやマジ楽しみだね、アニメ見返そっかなと思ったんですよ、コラボのやつで。ただまあめんどくさかったよね、普通にめんどくさかった。もう見直すの、もう他に見たい作品あるから、まあ後回しさせていただきますよ、まあいつか見るみたいな、もう気づいたら見るみたいな、老後の人生で見ますよ、おばあさんや、今日はとあるシリーズを見るぞみたいな、そんな感じでねやっていこうかなと思います。今日は尺眼のサナ、あ、尺眼のシャナでしたっけ、合ってます。オッケー、さ、これでガムガムな。いやね、そんなこと言ってたら、いやもしかしたらねコメント欄で、いやお前おばあさんやって言ってるかもしれねえけど、お前結婚できねえだろみたいなこと言われた場合には、こちらも法的措置取らせてもらいますからね。いや誰が彼女おらんじゃボケ、いやいないんですけど。こんなんで、さあうまいね、よし、さあ、いやいいね、今日割とまあいつもよりはトークが弾んでるんじゃないでしょうか。もうバルンバルンよ、もうすごい切ったね発音。オッケー、さあ4目オッケー、さあさっきの取り消しで全然日本語うまくなかったです。これあえて、いやただあと4ターンかこいつ、それは嫌だな、これルフィとかなんか遅延されるの嫌なんで、これで盤面の火だけでいこうか。あれ、あと1個、あと1個の火が欲しいです。 OK、 さあこれで、うん、これでいけるでしょさすがにね。よし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 、行くぞより、よし、じゃあさ、まさかのね、よし行くぞ友情出演です。これで、うん、いいんじゃない。 OK、 さあうまいね、これで突破して、で
いや、このパーティーでアレンド張ってないの大丈夫かしら。またアレンド張ってないのすごい不安なんだけど、アレンド大丈夫これ。アレンドね、地味に火力出るんですよね。これ神か悪魔だったら、神か悪魔で、あれ悪魔危ねえ。これ違うって言いたかったんですけど、本当は、本当は違うかったら、なんか動画的に美味しかったなっていう、そういう話をしたいです。どうしようかな。これアレンドで、これアレンドだけでもいける可能性あるけど、まあルフィ使うか。これルフィ使ってキングコブラ、よし。でこれで突破でいく、突破じゃないわ、半分まで削れたらマジバンバンザイ、オッケー。いやこれいけてほしいな、マジで。これ列ないんですよね、このパーティー。なんでここキーワンちゃん、キーと闇の街作れてます。天才か、うまくね。さあこれほぼ2点待ち、オッケー。さあ行ってくれ。ガー、回復全然ないの怖すぎるんですけど。まあまあどっかの場合あれだったらレイランバード使います。なんか溜まりました、バーカタリが。いやーやばいやばい、これなんか、あでも HP 全回復とかいうなんかミラクルステップスキルあるんですけど、これはじゃあ HP 全回復させていただきます。 OK さ、いやありがたいね、これマルコのねカゴですよ、マルコの。でこれ使います。でレイランバードあと8ターンで、またなんか幸い火をあれしてきてないんで、これどこに火があるのか俺わからんすぎる。あーなるほどなるほどなるほど、こことここが火ね、でこれが火なんでこうで、不安、待って不安だわ、めちゃめちゃ不安だわこれ。これいけてる、いやいけてねえだろ多分これ。いやこれなんかこれ木であれ、オッケー。さあこんなんでいけてこい、いけてこい、新しい言葉、いけてこい。さあこれでいけたでしょう。バレット乾燥するんだな、強えな、オッケー。さあこいつバカだな本当に、お前は早く勉強し直してこい、そんなんじゃ東大行けねえぞ。うわちょっとやって、まずいっす、いやマジまずいっす。これはマジまずくて、あ大丈夫だ。これ使います、ガムガムの。でこれ使って、オッケー。でこれ使って、これでいけるでしょう。おマジ天才じゃない。でよし、ここに無効貫通組んで、後の火はなんかあのお裾分けで、オッケー。さあこれで、いやすごい、火落ちてこい、ミラクルステップファイヤー来たわ。すごい恥ずかしい必殺技名で来ました。カットしてくれない、ここすごい嫌だって。吸収来たね、ついに吸収来て、強いな。これ使って、上げてこいや、とりあえず上げぽよして、でこれ使って、ガムガムの。オッケー、もう上げぽよって言葉死滅してるんでしたっけ。ここに無効貫通、無効貫通の色ある、やるね、もう天が、いや私に勝てと言っておりますよ。いやもう神様の声が聞こえる、皆さんも神様の声聞こえてます。やばい宗教になってる、気づいたらやばい宗教になってる、そういうのあるよね。なんか映像でなんかケーキが気づいたらなんか稲垣吾郎になってたみたいな、そういう映像とかありますよ。 OK さ、うわ大丈夫かしら、もう嫌だ、待って最低、本当に君は最低なことをするのが好きだな。これあと2ターン待たなきゃいけないんですよ。なんでここはとりあえず軽減、あの幸いこのパーティーに必要ないんで、ここでいいんじゃないでしょうか。次のために回復も温存しとこうか。でやばかったらレイランバードで、いやもうこれ確実に勝ったやろ、勝てた未来しか見えてない。あとビューティフルスターね、いやこれ属性買ってほしいな。こいつはいいよ、すごいファイヤーだな、さっきからそんなに火好きかい、すごいファイヤーじゃん。どうしたのそんな急に、日本男児すぎる。いや耐えろ、耐えてくれ、マジで答えたら、そもそも属性が大丈夫です、大丈夫でした、属性大丈夫でした皆さん。でファイヤーされば、これ暗闇が本当に無理、これどうしようかみんな、これ火やだ、やだわ。これアレンド使います。で相手30億、オッケー、回復1個しかなかったの、これだけ光り輝いてましたけど、わからん、これめっちゃファイヤーなんだけど。じゃあここでファイヤーの一族で、ここでファイヤーの一族で、ここが被らないように適当にやろうか。オッケー、いったんじゃない、いや、いったやろ、これは無効貫通できてますよね、これ上で。いけた、マスト、よっしゃ、これ分かった、まさかリオレウス入れて、このルフィパーティーで最新ダンジョンをクリアしていく。
チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。